例えばさ、うん、ないそのさ、いやダメ、もちろんダメだけど、うん、どっちかが遅刻してる時ちょっとそわそわしてワクワクするみたいな。わかる、そのなんか本当に結構な、しかもそうそう、いや結構大事なやつだよ、番組のロケだよとか。そうだから一回沖縄の劇場をね遅刻した時あって、沖縄の飛行機に、ね、乗り遅れちゃった時、うん、それってもうある種もうほぼもう一公演目は絶対間に合わない。そう、飛行機はやっぱ新幹線と違って次の乗る場合っていうのがなかなかできなくて、うん、そうそうそう、で春休みシーズンでキャンセル待ちもできなくてっていう状態の時、うん、やっぱ嬉しかった、まあ、ちょっと嬉しかったけど、でもあれ俺一人でネタやんなきゃいけないんだっていう方が冷静になったらそっちが すぐに超えてきたけどね。不思議なもんだよね、うん、あれってね。だって自分もきついはずじゃん。そう例えば番組とかだってさ怒られちゃう、そう、二度とそこに番組呼ばれないかもしれない、いる方が怒られるからね。そうそう、うん、これ不思議なもんでな。そうそれなのに、なんかどっかでワクワクするあの感じってどういう名前がついてんだろうね、うん、その心情、ね、あの心情ってな、うん、あと人が怒られてる時にワクワクするワクワクする感じとかな、うん、あれ不思議な感情だよな。だってやっぱ俺誰かが怒られてる時とか、うん、先輩が誰かに、先輩に誰かが怒られてる時とかもう全くもういる理由ないのにずっといたりするもんね。わかる、見たいよな、やっぱな、聞いてたり、一部始終を全部、一部始終どういう怒られ方するのか。で俺の場合はさらにその怒られた芸人の心情もその後の心情も聞きたくなっちゃう。あ、インタビューしたくなっちゃう。そう終わった後にヒーローインタビュー終わった後にもうなんならどっか店入ってまで改めてもう食え最初どういう気持ちまず何で怒られたのっつって、やっぱなんかこういやむちゃくちゃ性格いや性格悪いじゃなくて、これはでも絶対誰しもあることだと思う。いや分かる分かる、そうでしょ、これは分かるよ。いやもう大体それはさきつかったに決まってんのに、で今ね、しかもまたいい人ぶって聞こうとしてるのがまたあれだよね。そう大丈夫だったかみたいな。でそいつもだんだんやっぱさ、ちょっとやっぱイラッとした部分もあったのとか聞いてお前ずるいな、そう本当なんかうるせえとか思ったんでしょみたいな。でもあんな言い方ねまずそっち側について引き出すために、いや俺はあんな切れ方されたらちょっと結構きついけどねどう思ったあの時そしたらもうやっぱ出てくる、まあ、でやっぱそう思いました、やっぱおかしいっすよねあれみたいな、もう納得いってないっすよってなってくる。もうああいう時はもう本当朝までいけるああいう時はねあの不思議な感じな、うん、だってやっぱめったにお目にかかれないもん、人が怒られてる姿っていうのはね。絶対自分は嫌なんだけどね。嫌だ、絶対嫌だけど怒られるのは